第10艦隊はアメリカ海軍の組織。第2次世界大戦中に設置された、大戦専用と2010年設置のサイバー戦部隊と2回に渡り編成されている。最初の第10艦隊は第2次世界大戦中の組織であった。対戦水艦専用の特別な組織であり、艦隊の名称が付いているものの、艦船、実動部隊は保持せず、戦闘行動も行わなかった。 人員は50名程度であり、ワシントン DC にて勤務を行った。1941年12月に第二次世界大戦へアメリカ合衆国が参戦すると、たちまちドイツ海軍の U ボートにより多大な商船の被害を受けることとなった。アメリカ海軍は護送船団を編成するなど対戦護衛を強化した。1943年に入り、 対戦護衛の強化及び敵潜水艦の撃破を効率よく行うためには、対潜水艦船術に関する行為の海軍組織が必要と判断された。これに対し、従来の組織である艦隊を利用することとし、対潜水艦船術の分析、開発を行う部署として、1943年5月に第10艦隊が設立された。第10艦隊自身は、 実動部隊を持たず、直接指揮を行わなかったが、アーネスト・キング海軍作戦部長を通じ、有効な対戦戦術や組織編成について提言を行った。ドイツの敗戦に伴い、1945年6月に部隊は解散した。2010年1月29日に、第10艦隊は、電子戦やサイバー戦を担当する部隊として、再び編成された。 別名は艦隊サイバーコマンドであり、陸軍の陸軍サイバーコマンド、空軍の第24空軍、及び海兵隊の海兵隊サイバースペースコマンドなどとともに、2010年5月に実動を開始したサイバー軍の一翼を担っている。基地所在地はメリーランド州フォートミード。ありがとうございます。